これからご紹介する作品は、広山形さんがシルクスクリーンの版画で制作したサンフランシスコの風景画です。タイトルは、二人の星です。山形ブルーと呼ばれる美しい色彩をメインに使った素敵なシルクスクリーンの版画です。この絵の中心に描かれている建物はアメリカでは有名なギラデリチョコレートの発祥の地、ギラデリスクエアです。この絵を見ているだけで甘いギラデリチョコレートが食べたくなります。カリフォルニアの爽やかな夜の風を感じるような素晴らしい風景画だと思います。広山形さんのコレクターやファンの方にはもちろん、サンフランシスコの風景画をお探しの方にぜひお勧めしたいシルクスクリーンの版画です。